皮膚の内側に手を入れて体
自己紹介します。改めまして、あずきのクリームパンと申します。小樽の高校で出会った弾き語りユニットで活動し始めて、2年くらいが経ちます。ここ札幌ファクトリーさんで歌わせていただけるのは今日で2回目で、でもすごい緊張してるんですけど、あと3曲最後まで聴いててほしいなと思います。よろしくお願いします。次に、皆さんが知ってるだろうという曲をやりたいと思います。1曲目にやった曲はサウシードッグさんというバンドのナイトクロージングという曲をアコースティックバージョンでやらせていただきました。2曲目の曲は私の大好きな黒木渚さんというアーティストの白夜という曲でした。次にやる曲が空と君の間にという曲の彩香さんバージョンを歌いたいと思います。
ありがとうございます。次にオリジナルのリグレットという曲と綺麗事という曲を2曲続けて終わりたいと思います。今日は天気が悪い中見に来てくれて、あ、私たちのために来てくれたかわかんないですけど、来てくれてありがとうございます。小豆のクリームパンと調べたらツイッターが出てくるので、ぜひツイッターをフォローしていただけると嬉しいなと思います。と今日終わった後、こっちかな、ここで暗い矢と、あと一応最後にやる綺麗事っていう曲の CD を何百円で配るので、興味がある方は来ていただきたいなと思います。 今日は本当にありがとうございました。小豆のクリームパンでした。
大人にする 浮かびながら星を数えたい。 僕の話にしなった。
きのクリームパンです。ボーカルのあまねです。ギターのあいです。普段小樽で活動しているので、ぜひライブ来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。